ダルウィン・アデルソ・セレンデルガドは、エルサルバドル・ラ・リベルタ県、ケサルテペケ出身のサッカー選手。メジャーリーグサッカー、ヒューストン・ダイナモ所属。ポジションは MF。2009年に、国内リーグの CD ・フベントゥ・インデペンディエンテで、プロデビュー。チームの主力選手として活躍し、2012から13、シーズンには34試合10ゴールを記録。2014年6月2日。 2015年よりメジャーリーグサッカーに参入することになっていたオーランドシティ SC と契約。2014年シーズンはユナイテッドサッカーリーグでプレーし、翌2015年シーズンの3月8日のニューヨークシティ FC 戦で MLS デビュー。5月17日のロサンゼルスギャラクシー戦で MLS 初ゴールを決めた。2016年8月3日。 マティアス・ペレス・ガルシアとのトレードで、サンノゼ・アースク・エークスに移籍。2018年1月19日、ヒューストン・ダイナモと契約した。2012年に、U、U-23 のエルサルバドル代表でプレーし、同年524日のニュージーランド戦で、フル代表デビュー。2013年5月23日のベネズエラ戦で、代表戦初ゴールを決めた。 コンカカーフゴールドカップには2015年大会から出場。2017年大会には決勝トーナメント進出に貢献した。しかし、同年大会準々決勝のアメリカ戦で、オマール・ゴンザレスに噛みつき行為を行ったとして、退場処分。後に出場停止処分を下される羽目になり、試合も0から2で敗れた。ありがとうございます。